てってれー。お茶目なジョーク大成功だね。あ、人生で一番落胆した日です。そこまで言わなくてもよくない？センターをやるのは嫌かい？分かりきったことでしょ。そうだね、分かりきったことだ、そんなに誰かと自分を比べなくても大丈夫だよ。また何でもミス化して、比べても仕方ないじゃないですか。私には平凡な才能しかないんです。私は教えられたことを教えられた通りにしかできない。目を引く魅力なんてこれっぽっちもないんです。でもそれでもアイドルでいたい。もっと大きな舞台に立ちたい。いつか蛍さんのように。そのために裏方に徹すると。それが私には向いているんです。どんな形であれキングスを皆さんに楽しんでいただければ、それで十分なんです。ねえ京香。何ですか？君の言っていることはあながち間違っていない。アイドルはグループ内でも戦いがある、役割がある。それを理解してしまったから君は自分の場所を自分で見極めたんだね。いけませんか？正しい側面もあるよ。だけどね、アイドルは正しいことをやるんじゃない、やりたいことをやるんだ。